この形のまま、はい、あそこ見えます？ちょっとちっちゃいですけど。あ、はい。あの見えじゃあ、すみません。じゃあ、このね、はい、右肩のとこ、こうやって。この感じ、形のまま肩回してください。こういうことですか？そうそう、そういうことです。行っていいんですか？そう、行っていいです。そうすれば伸びるじゃないですか、左腕。ああ。そうそうそう。それで、ここ、あと追いついてるわけですよ。こういうふうに。そういうイメージです。そうです、そう、そうすると、うん、あっちの側に見えます。ちょっと硬いんであれですけど、あ硬いそうすると、あの一応こっち側に腕が体の仕組み上、うん、来るわけなんです。だその動きをちょっとだから自分で、このままの形を崩さない、まあ、で下ろしてます。そう、そういう、そうすると下来るじゃないですか。インサイド。それがまあ一応インサイド、その左側。ここがきついじゃないですか。こっちから、そうそうそう、そういう動きが一応インサイドから、そう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 。あ、ここ左の、そうですそうですそうそうそう、そうすると手元がここに来るじゃないですか。あ、残ってますか。うん、それは。ビデオで見るとこういう風に来るんですよ。だからこっち緩んじゃうじゃないですか。ええ。こうやって、そう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 。そう、これをなんかちょっとイメージしてもらって。腰を。こういった、ここから、ここから。そう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 。そう、本当はちょっと難しいんですけど。一応力出すにはその伸ばすにはやっぱり体がこうやって回らないと伸びないので、一緒にちゃんとこうなっちゃうので、そうですよね、このままの形で体をこう、今全部ができた時にその感覚をちょっとこうやってきて、こういうふうにくるとそれが前の動きだったんですよね。それがってくるとプロみたいじゃないですか。ちょっとそうですね、うん、そうですね。だからその鏡見ながら右肩のこのラインに固定したまま、そう、そう、こうやって降りてれば、そう、そうですね、こうやってすごいかっこいいじゃないですか。そうです、ちょっと前に見ながら行きましょう。前に見ながら。ああ。できて、そう、どうですか。そうですよね。いいダウンじゃないですか。そうですよね。で戻ってきてみると、くれば、なんかいい感じじゃないですか。そうですね、伸びてますもんね。伸びてますね。そうそうそう。ああ。右サイドはできちゃう。だからそのままここをなんとか、こうやってここにだからやっぱり、うん、止めとかなきゃダメですね。そうなんですよ。止めとかなきゃやっぱりダメです。だからやっぱりそれでいいのかもしれないですね。あ、これは後でまだね。そうですね。こっちに後ろ腰をじゃバックスイングしてみましょうか。せーの、こうやって後ろにこうやって、そう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 、ここ伸びていいんですか。あんまいけないんですよ。いけないけど伸びましょう。あ、おいいいいね、それでいきましょう。動かない方がいいです。そうですね、はい、動かない方がいいですよね。動かない方がいいです、ええ、で、できたら、ええ、はい、動くよりはいいです。ああ、いいです、いいです。あ、オッケーオッケーオッケー、大丈夫ですか。あ、そっちの方が力出てますよ。あ、本当に大丈夫ですか。じゃあそれでいきましょう。それで、はい、これでどんどん直していけばいいんですもんね、はい、その方がなんかタイミング合ってますよ、クラブ。あ、はい、うん、でも今そうなると一人で手が引いちゃうんです。はいはいはい、力なんか手の位置はやっぱこの辺から来てたんですよ。あ、あ、そうですか。こうやってきてたんで、はい、それが肩に近くなったんじゃないかと。ちょっともう一回行きましょう、はい、そうです、そうです、そうです、うん、ああ、いいですね、骨盤も。そうそうそう、そんな感じですよ。ですよね。今頭が残りました。これで人その余裕が出ますから、腰が逃げなくなったら。おお、ですよね、うん、ちょっと寄っていってないですか。寄っていや、いいです、いいです。やっぱ大事なんですね、自分も再確認というか。このあのコックの形が常にコックの形であるという、それをどうわざわざこの形のまま上に行けばいい、うんうん、行けばいいという話ですよね。でダウンもこのまま降りていけばいい、はい、うん、でもちょっと分かってきてます。全然いいですね。全然なんか当たり感が良くなりましたよ。あの動かなくなってるから、ね、まずね、あのなんかゆとりがありますよ。なんかあのそう、あの今振っててボールが飛んでくみたいな。はい、あ、左は案外伸びてません。先生、あのフォワードプレスだけでなんか随分良くなりました。